d s t スタッドでトレーシー、エリモン・ D、イー・デイラジ、カトリエム・イサン・キエム・パーティーズ関連学は、フランスで18世紀後半から19世紀前半にかけて主導的だった哲学主張を指す。ジョン・ロックのイギリス経験論の流れを組むフランスの哲学者、エティエン・ヌ・ボノド・コンディアックの分析論と理想言語論は、フランス自然科学の分野で応用され大きな成果を上げた。 人間の観念、イデー、イデ領域に対してものコンディアックの思想、方法論を適用することで人間を学的に理解することをもって人間の幸福実現を目指したフランス革命前後の思想、哲学潮流が観念学、イデオロジーである。観念学という言葉は1798年に デステュット・ド,ド・トラシーが提唱し自ら1801年より関連学言論の観光を始めたことによって定着していった。唯物論と対立する意味での関連論や日本では主に主義として捉えられているドイツ語由来のイデオロギーと混同され安いが別である。エティン・ボノでコンディアック・コンディアックの哲学、中でも分析理論と言語は下の世代の自然科学、 医学者、ラボアジェ、ラマルク、ラプラス、ピヌル、アンペール、ビシャなどに著しい影響を与え、彼らの業績を導いたと言っても過言ではない。コンディアックの分析とは、要素還元的な分解とその再構成によって現象や対象を理解するというものである。私が一つの機会を知ろうと思えば、その部分を一つ一つ別々に調べるために、 その機会を分解するだろう。私が、おののの部分について正確な知識を持ち、それらの部分を、元の秩序に復元することができるならば、その時私はこの機会を完全に理解するだろう。コンディアック、論理学、哲学の歴史録へと、関連学派とその周辺、村松正隆。573ページ、ジョセフ・ラカナル引用元文書、科学。 生物学、医学で成果を上げているコンディアックの分析的方法を他の学問、政治学や経済学などにも適用する機運が生まれてゆく。分野は違っても対象が異なるだけで観念は同じように形成されるのだから分析はあらゆる種類の観念に対して同じように簡明な言語と明晰さをもたらすができる。ジョゼフ・らカなるこのような期待のもと 関連学はこの時代の主導的思想としての広がってゆく。同時代のスタンダールが辞書、恋愛論で私はこのエッセイをイデオロジーの書と呼んだ。と書くほどフランスの知的階級に関連学は浸透していった。それはイデオロジストたちと政治的に敵対したナポレオンが彼らを空論ばかり言う奴らと部別的ニュアンスを込めてイデオローグと呼び捨てるほど、 世間的にも認知されていた。哲学史的には、観念学派から出発しやがて、フランススピリチュアリスムの源流となる施策へと展開していったメールドビランに一定の証明が当てられるものの、先行者としての観念学派とその後継者たちは、19世紀のドイツ語圏思想の陰に隠れた形で、フランス本国も含め注目されていなかったが、ミシェル・風ー,ーが観念学派の美者、 エスティット、関連学それ自体も言葉ともので取り上げたことで関連学への関心、見直しの機運が弱気され、1990年代には関連学派を含む18世紀フランス哲学の復刊が始まり、再評価、再検討が行われている。コンディアックの関元論的な要素分解と素、再構成による分析と記号言語論が、 18世紀後半 -19 世紀初頭のフランス自然科学にもたらした成果に刺激を受けた関連学派の探求はの二つに対別できる。村松正隆は生理学的イデオロジーの代表として医学者でもあるカバニスを合理主義的イデオロジーの代表として関連学の名付け親でもあるデステュートド・トラシーを挙げている。ありがとうございます。